確認しました。まさに極楽でした。リムルさん、ゴブタ、そんなにしょぼくれて一体どうしたんだ。リムル様、リバーシ以外にじいさんに勝てる別のゲームないっすか。ああ、そのことか。そんなに勝ちにこだわらなくても白狼相手に善戦したじゃないか。ダメっすよ、オイラはいい勝負をするためにやってるわけじゃないっす。一泡吹かすため、勝たなきゃ意味ないっすよ。白狼が相手だと結構厳しいんだよな。例えば4人対戦の麻雀とか、運も必要なポーカーとか。ルールを教えてほしいっす。今度こそじいさんに勝ってみせるっす。仕方ないな、説明するか。麻雀はいろんな模様が書かれた牌を引いて捨ててを繰り返して、手元に牌の組み合わせを作るゲームだ。マンズ、ピンズ、ソーズとかがあって。それなら麻雀ってのがいいっすね。多人数対戦ならいくらじいさんでも隙が生まれるっすよ。よし、麻雀で決まりだな。もちろんだが、道具の作成は必要だぞ。わかったっす。牌や卓を作るため材料を集めて怪人にお願いしてみよう。国、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムルさん。リムル様。能力の上昇率を開示します。国、自動編成を実行しました。よし、出発だ。国、探索開始だ。国、標的を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサニー、いいぞ。こんなもんかな。食らいつくせ。よっ、行くぞ。我らが力、思い知ったか。国、接敵を確認しました。もちろん、くらえ。さすがに聞いただろう。ラーマンセ、やはりな。油断しく、そりゃこれで決まりだ。食らいつくせ。グラサニー、こんなもんかな。うん、コツをつかめばって感じか。お、なんだそれ。た、資源の足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。それ。
報告。接敵を確認しました。総攻撃を仕掛ける。警備隊全員突撃せよ。ゴブリンズロック。ホブゴブリンの力を見たか。この調子でガンガン行くぞ。お？なんだこれ。資源の足しにするか。標的を発見しました。フレアサークル、くらえ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ。こんなもんかな。よっ、行くぞ。よっ。この材料を使って麻雀牌ってのを作ればいいんだな。ああ、白狼対ゴブタの2回戦ってわけだ。あいつまだ懲りてねえのか。よし、すぐに仕上げてやるから待ってな。相変わらずのいい仕事っぷり、優秀すぎるだろう。次はゴブタに戦略を教えてやらないとな。新たな目標、気合い入れていくか。今日も豊作だな。リムル様、訓練が一区切りつきましたぞ。ああ、ご苦労様。リムル様、今度は私も探索に連れて行ってください。お、どんな特訓したんだ。より強く切る特訓です。真っ二つです。そっか。コク、訓練が終了しています。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。潜在能力が解放されました。潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、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 コク、潜在能力が解放されました。リムル様。リムル、リムルさん。麻雀牌ができたぞ。感謝っす。あとはオイラがじいさんに勝つだけっすね。多分麻雀でも白狼が勝つだろうな。なんとか勝たせてやりたいが。リムル様、どうかしたっすか。いや、何の戦略もなくただ勝負を仕掛けても前回の二の舞だ。悔しいっすけど、確かにリムル様の言う通りっす。
お前が勝つには他の二人とうまく力を合わせるしかない。協力すか。ああ、白狼以外の三人で範囲を教え合うんだ。そんなの必勝じゃないすか。勝てる確率はぐっと上がるだろうな。だがこれは言うなら3対1だ。やるかやらないかはゴブタに任せ。やるっす。おいら心を鬼にしてやるっすよ。ゴブタを勝たせるにはこれくらいしないとだよな。次は白狼に手合わせを頼みに行くか。しかし俺が進めといてなんだが、それでいいのかゴブタ。悪いな白狼、またゴブタの勝負を受けてやってくれないか。またですか。闘争心だけはなかなかのものですな。それでまたリバーシですかな。いや、今回は別のゲームだ。麻雀って言うんだけど。なるほど、これはなんとも奥の深い遊戯。今回は4人対戦だ。ゴブタの他にゴブゾウとヨウムが参加する。いい、わしは構いませんぞ。よし、勝負は明日だ。よろしく頼むぞ。今度こそ覚悟するっす。学習能力のない小僧じゃ、かかってくるがいい。そんな余裕を見せられるのも今だけっすよ。なんて言っても今回は周りがみんな協力者っすからね。いざ勝負っす。なんて強さっすか。残念じゃったの。わしの1位で終了じゃ。豪快なツボで8000点オール。瞬殺、イカ様をする暇もなかったみたいだな。汚い手を使っているうちはわしには勝てんと心得よ。にゃ、バレてたんすか。前回の接戦はまぐれじゃったか。見損なったぞゴブタ。その曲がった根性、修行を強化する必要がありそうじゃの。それだけは勘弁す。やっぱりイカ様はダメだよね。許せゴブタよ。リムル様、何に黄昏れてるんすか。助けてくださいっす。目標を達成しました。よし、目標達成。コク潜在能力が解放されました。コク潜在能力が解放されました。コク。リムル様。リムルの旦那。二人とも揃ってどうかしたのか。これはリムル様、たった今シオンと新しい商品について相談をしていたところです。新しい商品。そうです、リムル様、とても素晴らしいものです。ええ、完成すればこの町の新たな特産品として売り出せると思います。ですのでぜひリムル様にもお力添えようと思いまして。まあそこまで言うなら、一体どういうものなんだそれは。ですね、
弾力があり、それでいてスベスベした感触も重要です。暑い日でもひんやりとしているクッションのようなものがより好まれます。そうか、そこまで具体的に想像できているのか。はい、絶対に売れます。要はウォーターベッドとかゲルクッションみたいなものか。とりあえずそれっぽい材料を集めてみるか。南の参道にあった綿花が良さそうだな。ありがとうございます、リムル様。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様。リムル様、能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。出発するとしましょう。コク、気をつけて進みましょう。コク、接敵を確認しました。ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守ります。いきます。センスここからです。いきます。うまくいきません。やっはっはあ、理想にまた一歩近づきました。よし、完璧だな。コク、接敵を確認しました。覚悟はいいか。うおー、カオスイーター、オーガフレーム。いきます。せはあ、やっやー、理想にまた一歩近づきました。当然の結果ですね。あれは何でしょう。これは使えそうですね。あれは何でしょう。これは使えそうですね。これは使えそうですね。コク、強敵を発見しました。ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守ります。はぁ、ここからです。はぁ、やっはぁ、っやっ、いきます。やっ、オーガフレーム。強敵を発見しました。ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守ります。いい調査。やっ、オーガフレーム。はっはっはっ、いきます。この程度ですか。まだです。
せ。ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守ります。やはあ、はあ、せ、はあ、やせ、いきます。理想にまた一歩近づきました。当然の結果ですね。戻ったぞ。今日も豊作だな。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくぞ。こんなもんかな。行くぞ。この調子でガンガン行くぞ。私たちの勝利ですね。ここは任せます。接敵を確認しました。覚悟はいいか。うカオスイーター。アイシクルスピア。そりゃそりゃ、おりゃ、おりゃ。この調子でガンガン行くぞ。私たちの勝利ですね。お？なんだこれ。資源の出しにするか。お？なんだこれ。資源の出しにするか。資源の出しにするか。コク、一旦帰ろう。よし、素材は集まったな。これをうまいこと組み合わせられればひんやりすべすべ、程よく気持ちいい感触で要望通りだな。よし、早速シノとシオンに見せに行くか。こんな感じでどうだ。素晴らしいです、リブル様。本当にありがとうございます、リブル様。ただただいえ、もっと大きい方が良いかと。そうですね。それこそ体全体で抱きつけるような。でかい抱き枕が作りたかったのか。あんまり大きいと商品として扱いづらくないか。それにこれは試作品だからな。特産品にするならもっと凝ったデザインに。いいえ、リムル様、これより先は私たちにお任せを。え、そうです、そうです。細かいところは私たちにお任せください。そうか。まあ二人がそう言うなら任せるよ。本当にありがとうございます、リムル様。では
では失礼しますね。完成を楽しみにしていてください。おお。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様。リムル様。リムル様、ガゼル王から書簡が届いております。おお、ありがとな。なになに？まったく、お前は何を考えておるのだ。スライム崇拝などまだまだ気が早いのではないか。え、なんだそれ。なんだか俺そっくりのでっかいぬいぐるみが大量に売り出されてるみたいなんだけど、そんなの出荷してるって話聞いてないんだが、リグルド何か知らないか。そのはははじゃなくて、お前なんか知ってるだろ。実は前にシュナとシオンに頼まれて作ったクッションの試作品、それを巨大化して俺の形を模したものねえ。可愛いスライムである俺の素晴らしさを他国にも広めたかったということらしい。ちなみにこの町の住民にはすでに配給済みのようだ。我が家でも重宝しております。一家に一台ならぬ一家に一リムル。まあみんなが喜んでくれてるのならいいか。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムル様。リムルさん。リムル様。シオン。はい。そんなところで何してるんだ。秘書としてリムル様の安息の場所に危険が及ばないよう警備をしていました。ほう、関心だな。今のところ全くリムル様の安全に問題はありません。ん？最近夜になると外が騒々しくてなかなか休めなかったんだけど、もしかしてシオンのせいか。で、敵は来たのか。いえ、今のところはまだ何も。ならなんで毎晩あんなに騒がしいんだよ。は、あ、それは何もせずにただ突っ立ってるだけというのも性に合わず、体を動かしていました。体のキレが良くなりましたので、これでリムル様のことをバッチリお守りできます。いや、それだと俺の安息な時間を妨げてるんだけど。この物音はシオンか。ちょっと様子を見てみるか。って、シオン、耳が少し赤いじゃないか。もしかしてずっと見張ってたのか。はい、この後も朝までリムル様の安全をお守りします。朝までって、やれやれ。とはいえ、いつも空回りなんだけど、こいつはこいつで一生懸命なんだよな。前世での俺はこう寒いとすぐに缶コーヒーと肉まんを買ってたな。現場のおっちゃんたちに差し入れしたら喜んでもらえたっけ。そうだ、ここはシオンに肉まんでも作ってやるか。リムル様、どうかしましたか。ああ、大丈夫大丈夫。ちょっと俺は用事があるから。
あんまり無理はするなよ。肉まんを作るとなると生地と中の具が必要だな。生地には小麦、具はジュラ玉ねぎとマジックディアーの肉が使えそうだな。肉はできるだけ上質なものにしてやろう。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様、リムル様、リムル様、リムルの旦那。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくぜ、グラトニー。いざ、この調子だ。こんなもんかな。確認しました。アイシクルスピア。これで決まりだ。食らいつくぞ、グラトニー。こんなもんかな。フレアサークル、食らえ。フレアサークル、食らえ。この調子でガンガン行くぞ。当然の結果ですね。お、なんだこれ。資源の足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。コク、強敵を発見しました。決まりだ。食らいつくぜ、グラトニー。この調子だ。こんなもんかな。フレアサークル、食らえ。そりゃ
フレアサークル、くらえ。これで決まりだ。食らいつくぞ、グラトニー。こんなもんかな。そりゃアイシクルスピア、そりゃそりゃアイシクルスピア。油断したら食らえよっ。そりゃよし、この材料であったか肉まんが作れるだろう。早速シュナに頼むとしよう。シュナ、この食材で作ってほしいものがあるんだ。はい、新しい料理ですか？そうなんだ。で、なんか嬉しそうだな。もちろんです。リムル様の提案するものはどれも美味ですので光栄だよ。それで今回はどのようなものを？寒い夜にぴったり、肉まんだ。ひき肉を生地で包んで蒸したものだ。シオンのやつ、夜中も震えながら警備に当たっているからな。何かあったかいものでも食べさせようと思って。シオンも頑張って任務に励んでいるのですね。それではとびきりの美味しい肉まんを作りましょう。調理をしてまいりますので少々お待ちくださいね。肉まんが完成しました。どうでしょうか？さすがはシュナだ。これはまさしく肉まんだよ。それは良かったです。これなら寒い日にぴったりだ。温まるぞ。早くシオンに食べさせてやりたいな。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。今日も豊作だな。リムルの旦那。リムル様。リムル様。シオン、今夜も警備をしてくれるのか？もちろんです。それが何か？いや、今日もかなり寒いし休んでもいいんだぞ。大丈夫です、お任せください。こんな寒い中毎日って、いくら鬼人といえど体に悪いぞ。よし、今夜は温まるように肉まんを差し入れてやるか。やはりいたか、こんな日だってのに。リムル様。今日は以前よりも冷える。ほら、これ持ってきたから一緒に食べよう。それは何ですか？肉まんって言ってたな。こんな寒い日に食べるとは体が温ま。ありがとうございます、いただきます。おう。どうだ、美味しかったか？はい、とても美味しかったです。それになんだか体が温まりますね。だろう、喜んでもらえたみたいで何よりだ。作った甲斐があったよ。私のためにありがとうございます。この前の寒そうな姿を見て食べてほしいなって思ったんだ。よし、そろそろ行くか。そうですね、リムル様。うん、私これからも毎日リムル様の身辺警護を続けます。うん、いや、そんなに頑張らなくていい。これから毎日この肉まんとやらをリムル様と一緒に味わえるのですね。
しまった。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リムルさん、リムルさん、リムル様、リムル様、リムル様。コク、温泉を使用しますか？この温泉本当に最高です。置いてあるシャンプーもボディーソープもいい匂いで、こだわるところはとことんこだわる、それが俺のポリシーだからな。まあまだまだ改善できるとこは改善していきたいけどな。だから何か気になることがあったら遠慮なく言ってくれ。気になることですか？改善点とかじゃないんですけど、一つだけ。リムルさんはどうしてここに？当然のように女湯にいますけど。それは、俺はスライムだからな。男でも女でもないんだよ。だから問題なしだ。なるほど、そこはこだわらないんですね。コク、特定個体の能力の一時的上昇を確認しました。リムル様、ゼギオンが慌てている。どうかしたのか？リムル様、アピトが寝込んでしまったのです。アピトが？何か需要にいいものを探しているのですが。疲労なのか？だったら栄養ドリンクがいいぞ。栄養ドリンク、すぐに作って持ってきてやる。待ってろよ。栄養ドリンクを作るとなると、ジュラの森に使える材料があるかな。森に詳しいリグルに話を聞いてみよう。需要効果のあるものですか？ああ、何か知らないか？それでしたら、栄養価の高い薬草やキノコ、あと質の高い蜂蜜が該当するかと思います。薬草やキノコと蜂蜜だな。了解だ。あ、リムル様、それらは危険な場所にあるので気をつけてください。わかった、ありがとう。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様、リムル様、能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。よし、出発だ。探索開始だ。コク、接敵を確認しました。愚か者め、リムル様に勝利を。ストームクルにするか。
私にするか。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。フラトニー、さすがに効いただろ。こんなもんかな。うん、コツをつかめばって感じか。戦闘終了。コク、強敵を発見しました。フレアサークル、くらえ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、こんなもんかな。アイシクルスピア、そりゃ上がってきた。行くぞ。ふん、ソロ、うりゃ、そりゃこの調子でガンガン行くぞ。戦闘終了。強敵を発見しました。フレアサークル、食らえ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、こんなもんかな。これで集まったな。シュナに頼んで栄養ドリンクを作ってもらおう。リムル様、今日はどうなされました？ああ、この素材を使って作ってほしいものがあるんだ。俺はシュナに栄養ドリンクとその作り方を説明した。わかりました。少々お待ちくださいね。説明された通りに作ってみましたが、こちらでよろしいですか？うん、これで問題ないはずだ。ありがとう。遅くなってすまない。これをアピトに渡してくれ。この液体が栄養ドリンク。リムル様、感謝いたします。あとちゃんと休むようにも言っといてくれよ。かしこまりました。リムル様。アピト、具合はもういいのか？リムル様からいただいた栄養ドリンクのおかげです。そんなに効いたのか。それはよかった。そこで本日はお願いがあってきました。あの栄養ドリンクとやらもっといただけないでしょうか？それはいいけど、やっぱりまだ本調子じゃないのか？いえ、あれほど美味しいものは初めて飲みましたので、もっと飲みたいのです。いや、あれはそんな目的で飲むもんじゃないんだよ。医療目的なのは百も承知ですが、それだけではもったいないほどピニです。それにあの体から力が湧いてくる感覚、忘れられませんので、ぜひ。なんだよその熱量は。もしかしてあの栄養ドリンクの材料に中毒性でもあったのか？後でリグルに詳しく聞いてみなきゃな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。
建築を実行しますか。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。建築を実行しますか。うんうん、さすがだな。リムル様。リムル様。前回はひどい目にあったっす。けどオイラまだ諦めてないっすよ。白狼との対戦か。前回の勝負は、うん、忘れよう。リムル様が前に進めてくれたもう一つのゲーム、ポーカーがしたいっす。確かちょっと麻雀に似てて手札で役を作るんすよね。あれなら運も必要ってリムル様が言ってたっすから、オイラでも勝てるかもしれないっす。ポーカーか。ポーカーでも正直白狼には、いや、最初から諦めるなんてダメだよな。こうなったら何が何でも勝とう。リムル様、オイラのためにそんなに必死になってくれるんすね。ああ、ただし今回はイカ様はなしだぞ。イカ様はもうコリゴリス。よし、乗りかかった船だ。ゴブタが勝つところを見届ける。オイラさらに燃えてきたっす。まずはいつも通り遊具の作成だ。トランプを作るにはカードに数字やマークを書くための染料が必要だな。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル様、能力の上昇率を開示します。コク、自動編成を実行しました。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラカニ。こんなもんかな。やるっすね。この調子でガンガン行くぞ。当然の結果ですね。お、なんだこれ。資源の足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。それ。コク、
接敵を確認しました。アイシクルスピア、これで終わりだ。油断した。やっよっ、それアイシクルスピア、そだもんせ。ありゃこの調子でガンガン行くぞ。当然の結果ですね。強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサミ、こんなもんかな。アイシクルスピア、トランプを作ってくれないか。なんでしょうか。トランプとは。トランプはカードみたいなものに4種類のマークと13までの数字、たったそれだけでいろんな遊びができる、なかなか便利な代物だ。なるほど、面白そうなものですね。わかりました、すぐに作成いたします。おう、ありがとな、シュナ。いいえ、このくらいお安いご用ですよ。次はゴブタと特訓だな。ゴブタ、トランプを持ってきたぞ。こいつでしっかり練習するんだ。ポーカーフェイスっすね。完璧っすよ。大丈夫なのか。リムル様。ハクロ、ゴブタの再戦なんだが。ええ、そろそろ来る頃かと。
ただし、前回みたいなことはご勘弁ですぞ。ああ、すまなかったな。実はあれは俺の提案だったんだ。だが、今回は正々堂々と真剣勝負だ。もちろん手加減は無用だぞ。当然ですわい。リムル様には気の毒ですが、いつも通り敗北の味をあの小僧に教えてやりましょうぞ。手厳しいな。勝負は明日だ。よろしく頼む。お待ちくだされ。勝負の内容はどうされますか？すっかり忘れてた。今回はポーカーだ。トランプって道具を使って配られた手札に役ができるかどうか。強い役ならそれで勝負。弱くてもハッタリをかければ相手が降りることもある。役の組み合わせはいろいろあって。なるほど、興味深い心理戦というわけですな。やっぱり飲み込みが早い。こりゃ厳しい戦いになるな。ああ、あいつも必死だからな。よろしく頼んだぞ。ゴブタ、どうだ、ポーカーの要領はつかめたか？ポーカー奥が深くて面白いっす。もうちょっと練習するっす。いつもの訓練より熱心だな。ゴブタ、もしかしてこんな時間まで練習してたのか？もちろんっす。いろいろなパターンを研究してたっす。そうか、本気で白狼に勝つ気なんだな。もう二度も負けてるっすからね。おいら明日の勝負にかけてるっす。俺も手伝うよ。そんな悪いっす。リムル様にはこれまでもいろいろしてもらってるっすから。いや、言っただろ、乗りかかった船だって。俺だってお前が勝つところを見たいんだ。リムル様、これはもう死んでも負けられないっす。よし、まずはブラフのかけ方だ。いいか、ブラフってのはだな。コク、新たな目標が発生。気合い入れていくか。リムル様、ゴブタ、準備はいいか？いつでもいいっすよ。今度こそじいさんに一泡吹かせてやるっす。よし、じゃあ始めるぞ。今日のオイラは一味違うっすよ。何度やっても結果は同じじゃ。せめて前回のような無様な姿だけは晒してほしくないものじゃわい。あれはもう忘れてほしいっす。じゃなくて行くっすよ。来い。なんと、うわー、オイラの勝ちっす。でかしたぞゴブタ。これもリムル様のおかげっす。バカな、あの最後の表情がブラフじゃと？仕草や目線、何から何まで完全に読み切ったと思ったが、まさかその裏を書くとは。何を隠そう、リムル様に特訓してもらったっすからね。わしの負けだ小僧。いや、ゴブタよ。師匠、このわしを倒した褒美としてスペシャルコースの修行を用意してやろう。そんなのないっす。仕返しのやり方が小さくっす。いくら特訓しても仕草などの癖は一朝一夕で変えられるものではない。やはりこいつは天才かもしれない。コク、目
標を達成しました。リムル様、よし、目標達成。リムル様、リムル様、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、強敵を発見しました。フレアサークル、くらえ。よし、これで決まりだ。くらいつくせ。フラカミ、まだです。こんなもんかな。よっ、そりゃくっ、そっそよっ、おりゃ、それくっ、いざよっ、おりゃ、そりゃよっ、そりゃ落ちろ。くらえ、おりゃ、そりゃくっ、そりゃよっ、そりゃ、この調子でガンガン行くぞ。私たちの勝利ですね。お？なんだこれ。資源の足しにするか。それ。お？なんだこれ。資源の足しにするか。接敵を確認しました。覚悟はいいか。うおー、カオスイーター発見しました。落ちろ。これで決まりだ。食らいつくせ。フラカミ。こんなもんかな。せそれ、いくぞ。じゃあ、ふっ、ふっ、おりゃ、それ。じゃあ、そう、よっ、それ。アイシクルスピア。
食らいつくぜ。グラタニー。こんなもんかな。うん、コツをつかめばって感じか。当然の結果ですね。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。これだけやれば十分だ。ありがとうよ旦那。すぐ取り掛かる。ちょっと待っててくれ。そういや、スミレちゃんが探していたような。スミレが？分かった、ありがとう。リムルさん、話したいことがあります。何かあったのか？アンゲルスについてみんなから情報を聞きました。執務官にカバルさんたち、ヨウムさんたち、ゼギオンさん、パピトさん、リトを集めてもらえますか？スミレ、話を聞かせてくれ。皆さんから話を聞いて気になることが出てきました。天木国アンゲルスはテンペストに狙いを絞り情報を集めています。テンペストがターゲット？はい、リト。少し前にカタキと一緒にコボルトの集落にいたんですが、そこでアンゲルスの商人に会ってテンペストのことを聞かれました。私もラビットマンの集落でテンペストとベルドラ様の話を聞いて回っている旅人を見ました。なんだか怪しかったので後をつけたら、クマルという商人に報告していました。クマル？アンゲルスのクマルといえば、ここを持ちかけてきたあの商人。俺たちもクマルには会ってる。そうなのか？俺たちがオークロードの調査に向かうと知っていて、何でもいいから情報が欲しいと交渉してきた。俺たちはブルムンドに向かう途中に一時クマルと一緒になったんだ。その時もテンペストやベルドラのことを聞いてたよね。なかなかしつこかったでやす。それを言うなら、ベルドラの気配が消えたことを知ったきっかけの一つにクマルからの情報がありましたよ。今回調査に来たのも同じつての情報源でした。みんながみんなクマルを知ってるってわけか。皆さん、話してくれてありがとう。皆さんに聞きたいことがあります。ベルドラやジュラテンペスト連邦国のこと以外に、リムルさんがいつから現れたとか、オークロードやアストラルゴブリンを倒した話を聞かれませんでしたか？そういえばそんな話もしてたな。俺たちも。やっぱりクマルのことが気になるのか？はい。実はもうそのクマルはテンペストに来て俺たちに国交を持ちかけてきた。ですか？聞いてない。私の対応ミスった？遅かった？もうだいぶ情報は漏れてるのかも。今のところ何事もなく順調な取引を続けているが、何か怪しげな動きがあるのは分かった。気に留めておくよ。はい。アンゲルスのことで話しておきたい、話さなければいけないことがあるんです。リムルさんとリトたち、テンペストの仲間たちに隠してはおけない。隠してはおけないって？話したいことがあるなら聞くよ。アンゲルスは私を召喚した国です。スミレはアンゲルス出身なの？死ぬ直前で召喚されただけだから出身というのかどうかはわからないけど、私が召喚される前に父が死んで。そんな。そのことは大丈夫なんですが、続きはあります。リムルさん、アンゲルスがどういう国か知ってますか？最近まで鎖国状態だったのは知ってる。あと宝石や鉱石が産出しやすいとか。鎖国していたのは宗教国家だったからです。そしてアンゲルスの王は元の世界の私の父です。父は
私とは別にこの世界に召喚され、天国国アンゲルスの王になりました。スミレのお父さんも貝渡りしてきたってこと？お父さんは知ってるの？スミレのことや同じ世界にいることを。いえ、父は何も知らない。大賢者、アンゲルスに関して教えてくれ。カイ、天木国アンゲルスは天使を奉る国家です。500年前の戦争時に現れた天使の遺骸をご神体としています。この世界、天使がいるのか。そういえば悪魔もいるからいるんだろうな。アンゲルスには天使がいるのか？そこは少しややこしくて、天使の遺骸があるんですが、天使は死んでます。貝渡りで手に入るスキルやその力にアンゲルスの幹部は目をつけました。天使を復活させるために異世界人召喚が計画され、それで呼ばれたのが私です。初めこそ重要人物として扱われましたが、私にはそんな力はなかった。それでスミレさんはどうなったのですか？私含めて召喚された人は放置、何もされませんでした。お金はもらえたんで別に不自由はなかったんですけどね。貝渡りで狙ったスキルは手に入らず、次の計画として幹部は天使の遺骸に魂を直接呼び込むことを企みました。そこで召喚されたのが私の父の魂だったんです。たまたま父の話を聞く機会があって、間違いなく父でした。父の魂は天使の遺骸に馴染み、今はアンゲルスと名乗り、教祖としてまた王として君臨してます。変わった国だとは思うけど、何かまずいことがあるのか？はい、天使のゴーレムという自覚のある教祖アンゲルスの目的はこの世界の神。神とは？教祖アンゲルスにとってこの世界の神とは竜です。神になるために粒子の力を必要としてます。だからベルドラのことを。はい、アンゲルスの狙いはベルドラの遺骸、それを使いゴーレムを作り自分のコアを移すこと。なるほど、ベルドラが消えたのと俺の登場はほぼ同時期、それで俺が目をつけられたと。オークロードやアストラルゴブリンを倒した情報をクマルは手に入れてます。リムルさんはベルドラの力が消えた理由と何かしら関係があると確信しているはず。なるほどな、狙いは俺か。私がこの世界に召喚された理由は、父であった教祖の野望を止めることです。教祖は近いうちに何か行動を起こします。リムルさん、気をつけてください。私はテンペストを守りたい。何としても父を止めます。わかったけど、一人で全部背負い込むなよ。俺たちがいることを忘れるな。ありがとう、ミモリさん。アンゲルスとスミレの関係が分かった。狙いが粒子ならミディムも狙われるのか。いや、あのミディムの力はゴーレム化したりどうこうできるものじゃない。当面危険なのは俺だ。念のため身辺には気を配るか。だがクマルはひどい悪人には見えなかった。次会ったらさりげなく聞いてみるとしよう。リムルさん、私を鍛えてください。父、いえ、アンゲルスに立ち向かうために強くなりたいんです。父親と戦うための力か。気持ちの整理はついたんだろうけど。わかった、特訓するか。父親と戦うためと言われるとどうしてやるのが正解なのかわからなくなる。でもスミレの決意は伝わってきた。スミレのために俺にできることをしてやろう。コク、コク、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。えい、何するの？よいしょ。
皆さんの力を。生き残るもの、いや、倒れて、オーラシールド、うわぁ、いや、それ、効果な、いや、倒れ、効果な、いや、今だ、それ、オートバトルモードを終了します。オーラシールド、いや、倒れて、オーラシールド、そりゃ、いや、倒れて、うわっと、そりゃ、いや、オーラシールド、いや、それ、いや、倒れて、それ、いや、倒れて、皆さんの力を、生き残るもの、えい、アイシクルスピア、えい、うわっと、効果な、オーラシールド、それ、えい、それ、それ、えい、来ないで、それ、油断した。コク。コク。リムルさん、ありがとうございます。だいぶ戦いにも慣れてきた気がします。うん、生き残るものの使い方も様になってきたな。はい、少し自信が出てきました。あれ、リグルドさんですかね。俺を探してるみたいだな。リムル様、ヨウム殿たちの旅立ちの準備ができました。みな、西の出入り口で待っています。わかった、行く。リムルの旦那、行ってくるぜ。ああ、しかし見違えたな。白老殿の修行の成果です。まだ修行は終わっておらんよ。今回はここまでで十分です。わあ、頑張ってくるのだ、英雄。じゃあ頼んだぞ、しっかり果たせよ、英雄計画。白老の修行により、ヨウムたち一団はオークロードを倒したといっても真実味のあるパーティーへと成長した。今後はジュラテンペスト連邦国を拠点に英雄活動を行ってもらう予定だ。これは魔物の国であるテンペストのイメージアップ戦略の一つ。こういう地道な活動が安定した国家の評判につながるはずだ。それにしてもヨウムたちは見違えるようになっている。これならば英雄の仲間として見劣りはしないだろう。はははは、初めて見た時はならず者の寄せ集めにしか見えませんでしたが、孫にも衣装ですな。もちろん見た目で箔はつくけど、立ち振る舞いは白老の的確な指導のおかげだよ。お疲れさん。とんでもございません。それにまだあの者たちの修行は終わっておりませんぞ。旅の間も修行は続けてるようですし、次帰ってきた時が楽しみですな。日々これ修行、ヨウムたちに負けぬようわしも稽古しときますかな。それではリムル様。ああ、ヨウムさんたち行っちゃったっすね。なんか悲しそうだな、ゴブタ。ヨウムとそんなに仲良かったか？仲は悪くないっすよ。ただヨウムさんが言ったら修行が前に戻るんす。
師匠がヨウムさんの相手をしてる分こっちに目が届いてないんでサボりやすかったんすよね。憂鬱っす。おま、そんな堂々とサボるとか。ゴブタ、お前が修行中サボっておったのは見ておったぞ。師匠、さっき稽古に行ったはずじゃなかったんすか。その稽古の相手を探しておったのじゃ。つまりお前をな。ヨウムたちの修行は時間が限られておったため、ゴブタへの修行にまで手が回らなかっただけじゃ。サボって体もなまっておるようじゃな。本気で行くとするかの。本気？リムル様、ヨウムさん呼び戻してほしいっす。急ぎっす。ヨウムさん重要な何か忘れてるっす。きっと何か忘れてるっすよ。戻ってこないと大変なことになるっす。絶対ヤバいことになるっす。大変なことになるのはお前だ。諦めろゴブタ、サボった分頑張れ。コク、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。派手に行くっすよ。サモングループ、うやっ、うやっ、うやっ、と、それそれ、と、こりゃまだまだ行く、と、よっ、やっ、何するの、と、と、と、こりゃ、まだまだ行くよ、行くっすよ、こっちっす、こっ、やっぱ、それそれ、よっ、ほいった、よっ、やっ、こりゃ、まだまだ行くよ、行くっすよ、こっちっす、カモンっす、ありゃー、やっ、まだまだ行く、それそれ、こりゃ、壁に行くっすよ、サモングループ、なんじゃと、もりゃ、やっ、こ、やっ、覚悟っす、なんじゃと、やっ、よっ、負けられんな、サモンっす、ありゃー、こい、もりゃ、まだまだ行こう、やっ、こ、こ、こ、と、よっ、やっ、まだまだ行くっす。師匠、いや、限界っす。修行に終わりなし。限界限界と言いながらその限界を更新しておるではないか。限界を更新っすか。やっぱオイラ成長してたんすか。そんな気がしてたっすよね。ふん、また限界を超えたいようじゃな。続きをするとしようかの。え、限界超えたら修行が続く。え、いつ終わるっす。まあまあ、二人とも今日はこれくらいにして、続きはまた明日ってことで。おお、リムル様、こちらでしたか。ちょっとしたお願いがあるのですが。リグルド、どうした。リムル様、男性陣を誘って温泉へ行っていただけませんか。いいけど、何かあったのか。いやはや、そうリムル様に伝えてほしいとヒューズ殿から頼まれまして、皆に馴染みたいのかもしれませんな。親睦を深めるには裸の付き合いか。わかった、早速行こう。おお、リムルではないか。リムル様も湯浴みですか。ああ、まあ裸の付き合いってところだ。で
できたらぜひ私たちと。じゃあリムル様、皆がリムル様を待っております。わかったわかった、約束は守るって。泳ぐな。酒が欲しくなりますな。温泉で一杯というのもなかなか。確かに仕事終わりの温泉での一杯は至福。確かに。ゴブタ、お湯かかるんだけど。ゴブタ殿、楽しそうですな。リムル様、おい泳いでくるなって。ゼギオン。承知。ちょ、足がなんか引っ張られ。みんなくつろいではいるようだな。あとはフューズか。なあ、いつまでこの町にいるつもりだよ。まだ俺たちが無害だと納得してないのか。え、あ、いえ、リムル殿の疑いはとっくに晴れているんですがね。じゃあなんでだよ。いや、ここは実に居心地がよろしくてですな。ろくに休みもなかったですし、ゆっくり羽を伸ばすのもいいのではないかと。お前な、俺たちが人間の味方なのかどうかしっかりと確かめさせてもらうとか、かっこいいこと言ってたくせに。聞いちゃいね。おい。え、それにヨウムたちの件はどうなってんだよ。俺たちの代わりに英雄に仕立て上げる協力をしてくれる約束。ああじゃないって。もうヨウムたちは旅立ったんだぞ。英雄として各地で名を売るためにな。それなら問題ないですよ。すでに仕込みは終わらせております。そうなの。ええ、ちゃんとオークロードを倒した英雄として名を広められるように根回ししてあります。そしてリムル殿たちはそれを手伝った害のない魔物たちだと噂になるように。そっか、ならいいや。のんびりしててもやることはやってるんだな。なあ、お前たちブルムンド王国へも道を作ろうかと思ってるんだけど。え、いや、え、いやいや、それはありがたいことですが、大規模な国家事業になりますぞ。莫大な予算が。そこだよフューズ君。くん、リムル殿にそう呼ばれるとなんだか背中がむずがゆいのだが。そんなことはいいんだよフューズ君。道ができれば今後の取引にも便利だろう。当然だが、作業は俺たちが引き受けようじゃないか。ただし。ただし、我が国の特産品を他の国にも売りつけたいので、もろもろの相談ができる人物の紹介を頼みたい。わかりました、お安い御用です。うんうん。私の勝ちなのだ。私の方が長い時間潜ってられるのだ。いいえ、勝ったのは私です。違います、ほんのわずかな差ですが私の勝ちです。私です、水泳は得意なんです。頑張りました。負けを認めないとはずるいぞ。よし、だったらもう一回だ。決着をつけてやる。いいでしょう、もう一度。本来ならお風呂に潜るのは良くないことですが。やりましょう。せーの。たまにはこんな息抜きの時間もいいものだ。ブルムンドとも国交を始めようとしている中、ミリムに吹っ飛ばされたフォビオが深い恨みを持っていることに、この時の俺は気づいていなかった。ブルムンドとの交易に何を使えば利益を上げられるか、ビジネスは有利に進めたい。
人間の国との取引は俺のゼンスの知識が役に立つはずだ。まずポーション、ハイポーションは決まってるが、他にうちの特産といえば絹織物、武器防具、日持ちする食べ物とかもいけそうだな。よし、交易に使えそうなものを片っ端から集めるか。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。今日も豊作だな。リムル様、訓練が一区切りつきましたぞ。ああ、ご苦労様。リムル様、訓練も養蜂も順調です。サンキュー。蜂の指揮がメインだけど、戦闘に参加してもらうこともあるからな。頼りにしてるよ。はい、お任せください。コク、訓練が終了しています。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。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 コク、コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、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 潜在能力が解放されました。コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、コク、潜在能力が解放されました。コク、Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.